美味しいうどんだって言っても食べてみないと分かんないのと一緒に、はい、おでくで素晴らしいって言っても今動いてないと意味がないですよね、はい、でそれをあの世界に先駆けて沖縄県庁さんが動かしてくれたというところはものすごく大きいと思いますけど、ただ規模はちっちゃいです、規模はちっちゃいですけども、これは決してこれがゴールじゃなくて、ちゃんとスタートが切れたと。今までその、はい、きちっと1年間、はい、とか2年間とか動く中でのデータがなかったから、その1000キロワット、1万キロワット、10万キロワットを作った時のデータになかなか反映しにくかった、うん、で今回の沖縄のプロジェクトはプラントを動かしながらこれまでの解析をもとに、その1000キロワット、1万キロワットを動かしたらどのくらいのコストになるのか、どのくらいの発電量になるのかっていうのがもうタイムリーにホームページ上で示せるようになってるんですよ。だから今回のはちっちゃいですけども、それからこれまでの実績と研究成果をもとにちゃんとその 1000kW、1万kW、10万kW 作ったらこうなりますよというのがお話しごとだけじゃなくて、データとしてちゃんとそのデータを使ってそのまま示せると。それは大きいですね。それは大きいですよ。継続していく志ですね。もう夢を開くためにはですよ、その結局誰でも開いてる扉だったら、そんな極端なこと言えば鍵いらないわけですよ。こう開けばですよ、そこにあるっていうの、誰でも開けてるようなところだったら鍵もいらないでしょ。壊す必要もない、努力も必要もない。でもやはりその大事なんだけど開いてないところを開けようと思うと、やっぱり継続していく志ですね。この両方大事ですよね。志だけあってもそれは継続してなければ意味がないですし、はい、志がなくただ続けてるだけでもその壁は破れないと思いますね。それから1万キロワットまではとにかくやり続けないと、その後はもうちゃんとビジネスとしてですよ、皆さん方がどんどん広げていかれるようにならないと、これはもう海洋撮影の技術って本当に普及しませんから。最初に言いましたけど、この技術誰が発明したのというのとか、誰がやってきたのっていうのを皆さんが意識せずに使われるようにならないと本物じゃないですよね。いつまでもどこどこがやってんだと、誰々がやってたんだっていうのでは本物じゃないと思うんですよ。だからそこのステージまで簡単じゃないと思いますよ、うん、ただもうご案内の通り、アメリカもフランスも韓国も中国もいろんなところがもう国のプロジェクトとして打ち上げてきてますので、これはもうまさにもたもたしてられないなというふうに思いますね。可能ならばやっぱり日本で最初にきちっと1000キロワット動かしたいと思いますね。